日本福岡県北九州市戸畑区、中原中原は、福岡県北九州市戸畑区の地名及び地域名。中原地区を南北に通る、黒金線戸畑市街地の北東部に位置しており、町名として、中原あずま、中原西がある。また、埋め立て地である、日本製鉄や田製鉄所等がある敷地は、大和中原。 また北九州テクノパークの敷地は中原新町となっている。小倉北区と隣接する市街地で境川を挟んで小倉北区中井に接している。かつて筑前と部前の境界であったこの川は現在も戸畑区と小倉北区との境界として機能している。東西に国道199号、鹿児島本線、 北九州高速二号線が並行して通っている。地区の中央を新日鉄住金の専用線である黒金線が南北に通り、この線路を挟んで中原西と中原東に分かれている。また、中原地区のうぶすながみであり、戸畑御帯三傘の中原大山傘の拠点となっている中原八万宮が中原東三丁目に鎮座する。なお、 当地区を広区に含む北九州市立中原中学校の生徒によって、戸畑御体山加者の小中山さが運行されている。かつてこの地は、地区全国と部全国の国境であり、戦場時期と呼ばれた広大な草原が広がっていたことから、中原と名付けられたとされる。この平原は、小ぞみ屋とも呼ばれ、コカキツバタという周辺にない植物が自生していたという、 海岸には福岡藩によって松が植えられ、愛の島や白島を望む風光明媚な景勝地であった。この海沿いの平原で人々は農業や牛の放牧などをして暮らしていた。しかし筑前側にも武前側にも中原村があり、境界が曖昧であったことからこの地はたびたび福岡、小倉両藩の国境紛争の材料となった。 そこで、福岡藩の軍部業と小倉藩の軍隊が、博多で会談を行い、その結果境川と地域を通る古道を、両藩の境界とすること、武前側から筑前側に、相手の領地に入って、草刈りなどを行うときは通行量を収めることなどが、決定されたが、その後も時折トラブルがあったという。その後、 筑前川の中原村は1889年4月1日に町村政施行により、恩田軍戸端村と合併し、戸端村の大技、中原となった。武前川の中原村は、菊郡中井村の一部となる。かつて現在の鹿児島本線に沿って、松並木と白浜の砂浜海岸があり、1922年には、中原海水浴場が開設されたが、 昭和初期頃より、八幡製鉄所の敷地拡張に伴い埋め立てられ、砂浜海岸は消滅した。大正末期から昭和30年代にかけ、区画整理が順次行われ、市街地が形成されていった。1985年10月20日まで、西鉄北九州線7月1日開通が、通っており、地区内に、中原、広大前電停があった。ありがとうございます。